岩泉地域における平成の大合併。東町は最北部に位置した。三北町は新潟県の最北端、日本海沿岸にあった町である。2008年4月1日に村上市、荒川町、上林村、朝日村と合併し、村上市となった。山あいに位置する雷集落北部は山形県との県境に面しており、海側では漁村の集落の中に、 県境が引かれている。町の93%を森林が占めており、農地は2%ほどあるのみである。町内には海岸部や河川流域などに48の集落がある。大川川口部には外区が形成され、町の行政や経済活動の中心となっている。寝屋漁港漁業町内には5つの漁港があり、このうち寝屋漁港は県営である。 2019年3月、三北北小学校と三北南小学校が統合し、2019年4月に三北小学校として開校。合併前時点での公共交通としては、JR 線が沿岸部を南北に走るほか、新潟交通北による生活交通確保バスが運行されていた。 高速道路日本海東北自動車道の建設計画があるが開通には至っていない。一般国道県道出店。ありがとうございます。